ペダルをちょっと多すぎますね。もうちょっと踏み替えて。それ取らない、全体は一つに包み込まれて、そう、音だけ取れるんだけれども、手をこう取らない。取ることによって音が派手になってしまう。この音がね、もっと不吉な音なの。普通だったらこうでしょ、それ、ね、だからここをもっと、それでもう一つ欲を言うと、もう本当にそれで変わったのよ。でとっても良くなったの。でここのところね、ね、これね、あのね、指を丸めてこう弾くと、どうしても音がね、指先で弾くとついた音になるの。立ってちょっとね、裏返して、手を裏返すとこの辺で弾くの。あなたの指で弾くとここで弾かないで、この斜めのこの辺で弾くの。そしてね、感じとしてはこういう形でしょ、ね、こういう手にもうすくっとくの、ね、そしてね、どちらかというと向こうから音をかき寄せる、こういうふうに。これもね、こういうふうに、今のはこれを一生懸命小さく弾いてる。そうだ、そうするとレガートで、しかもね、こもった音が出る、ね、それからもう一つ、これをきれいに揃えること、全部きれいに揃えること。そしてね、これ綺麗で、これね、指使いはドーンでしょ。でこれが2分音符で、こっちとこっちがあるでしょ。で続けたいのね、これを。その場合はね、ここで変えてという指使いがいいと思います。Thank you.
うところがね、ショパン的なのね。それね、スワッと軽く弾くの。その時にね、ちょっとなので肘をこうやりすぎなのね。だから指先の自由さが見かけてしまう、ね、そこをだからもっと軽く弾けるように。ショパンっていうのはこういうね、綺麗な細かい装飾音があるでしょ。最後がすごく肝心な終わり方、ラララララララ。ここ行くのね。これをね大切にね。また時間がなくなってきちゃったんだけれども、今のところのこのこれね、これねというのがこの響きの中に、ターラターラ、それがターラターラっていう風になって、アジタートになってくるわけでしょ。アジタートってのはこう焦燥感がある演奏ね。そういうね、なんかものを作り出してくる、押してくる、ね、だからこの最初のピアノだけど、この左手のターランターランってとても大切ね。まあこんなこと言ってたら1時間あっても2時間あっても足りませんね。あのね、本当にまだ1ページちょっとなんですけれども、でもね、あなたとてもこれ全体にすぐ、あなたはね、私の申し上げることを掴み取って表現できるから、あのぜひね、これからやってみましょう、はい、ね、とてもまだあのそういう意味で早いわ。今日は残念ですけど、また来週にしましょう、はい、ね、どうもありがとう、はい、はい、あなたは違うエディションですね。ショパンのエディションっていうのはね、あのいくつかあって、あなたも今使ったシャルがコルトー版ね。でコルトー版っていうのはね、コルトーっていう人自身が大変な第9年奏家だったでしょう。だから彼の練習法とかね、彼のいろんなアイディアがあの盛り込まれてるから、とってもね演奏家には参考になりますけれども、あのやっぱりね、オリジナルね、原点版というのも必ずね一緒に見てくださいね。この他にあのパデルスキー版とか、でパデルスキー版って面白い話があってね、私がワルシャワで昔パデルスキーの一番弟子だったという先生にお習いしたのね。で当時70いくつで、もうワルシャワで、まあ、ショパンの大家でいらしたので、その先生がね、お若い頃にね、あのパデルスキーに習っていて、どうもね先生の楽譜、先生のパデルスキー版という楽譜で勉強してるとね、演奏会で先生違うことをお弾きになるんですってね。それでね、先生の楽譜通りに弾いてらっしゃらなかったけど、どういう理由ですかって聞いたら、一瞬パデルスキーが絶句してね、それから君あんな難しいことはできないよって言ったっていうのね。それと同じエピソードがね、シュナーベルというね、あの昔ベートーベンとかドイツのね音楽の大変な権威だった人の、あのベートーベンのソナタはシュナーベル版っていうのがある。それでやっぱりね、シュナーベルが同じことを言ったの。君僕にあんな難しいことをさせるつもりかいって言ったっていうのね。まあそれはね冗談ですけれども、まあね、こういういろんなエディションがあるんだけれども、そういうものを通してね考えるのは、基本的なね、ショパンが何を基本的に言いたいかっていうことね。だからそれをね見極めるのがとても難しいのね。なんか前置き長くなってしまいましたけど、やってみましょう。